バメ缶フルートに興味がありますとか、一回吹いてみたいなっていう方が始めてみるきっかけになればいいなと思って頑張って作ってるわけですね。ですので皆さんぜひ応援をよろしくお願いします。ということで今回はね、トリルというテクニックをご紹介します。でトリルっていうのはね、装飾音の一つで、まあ、例えば鍵盤楽器だと2つのね違う、鍵盤をね順番にというか交互にタラ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 ってこう弾くことですよね、うん、音がそれで変わりますよね。ティラリア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 とかねいう感じです。でインディアンフルートの場合は一つの穴とか二つの穴をね、まあ同時に素早く開いたり閉じたりすることになるわけですね。でなんでそんなことやるのかっていうと、やっぱりそのメロディーにこうインパクトを与えたいっていう時ですよね。例えばその音をね、次に吹く音をこう強調したい場合っていうのは、やっぱりその聴いてる人の注意を引くためにティラリラリラとかねやるわけです。まあもちろんねボリュームも上がりますよね。ということで早速やってみたいと思います、ね、皆さんもぜひやっていただきたいと思うんですけれども、一番やりやすいのはやっぱりね右手の人差し指ですよね。そう当然ですよね。普段の生活でね絶対使いますよね、右手の人差し指はね。はい、じゃあこんな感じでやりますね。まず、左手は全部塞ぎますね、3つね。そして右手の人差し指、この音でこう開けたり閉めたりね閉じたりしますよ。ね、こんな感じです。意外とねやってみると、今、まあ、僕なんかは慣れてるんですけれども、意外とこういうことやってない方、やったことない方はね、意外とこう細かくやるのって難しかったりするんですよね。うん、もうぜひチャレンジしてみてくださいね。そして次は左手の人差し指ですので、まあフィンガーホールの一番上と上から数えて3つ目ですね、3つ目の音、そして人差し指をこういう風にね、開けたり閉じたりしますよ。いいですか、やってみますよ。ね、こんな感じで聞こえますね。あとは順番に、例えば右手の中指とかね、例えば今度は左手の中指ですね。ね、ちょっと簡単そうにやってると思うんですけど、意外とねこの左手の中指を開けたり閉じたりね、するのって難しいんですよ。うん、結構ね練習しましたね。で一番ね難しいのはね、左手の薬指ね、もうこれはね多分ね、ピアノとかねやってらっしゃった方は絶対ああそうそうって思うと思うんですけど、左手の薬指ってほんと動かないんですよ。やってみますね。あ、やめようかな。や、まあ、やってみますね。すいません、これぐらいで勘弁してください。右手はこれぐらいね、右手の人差し指だったらね、これぐらい動きますよね。左手の薬指は申し訳ございません、練習しておきます、すいませんね、っていうぐらい動かしにくいんですよね。はい、なのでまあ左手ね中心でやっておくといいのかなという感じがしますね。はい、でここからはねインディアンフルートならではなんですけれども、特徴的なのがね2本同時にっていうのもあるんですね。例えばこんな感じあるでしょ、ね、こっちの方のがなんかネイティブアメリカンとかインディアンっぽいかなっていう感じがしますよね。例えば今度右手だったらこれ一番低い音これありますよね。これに右手の人差し指と中指、これを同時にねトリルをするね。ですから音的にはちょっとおかしいんですよね。ちょっと何ですか、本当正規の音よりもちょっと低くなっちゃうんですよね。でもトリルでやるとなんとなく雰囲気が出る。やってみますね。
で、たまにというか途中で息をこう膨らましたりしてね、そうするとなんかこう、音程がこう上がったりとか下がったりとか、もう一回やってみますよ。ね、こういう効果も得られるわけですね。まあこれはやっぱりネイティブアメリカンフルートというかインディアンフルートの、まあ、特徴的なトリルの使い方かなと思いますね。まあこれについてはね、結局西洋のクラシックの楽器ではないので決まりっていうのがない、決まりっていうのはないんですよね。うん、ですからもう自分でそのメロディーに合うなと思えばもうそれを使えばいいわけなんですよね。例えば僕はやったことないんですけれども、例えば全部押さえた状態で左手全部開けちゃうとかね、ちょっとやってみましょうか。ちょっと冒険ですね。これダメですねすいません、うん、じゃあ逆にね、これはありですね。右手の3本の指を同時に、ね、ただまあ3本同時なのでやっぱりちょっとこう指のね、なんか指の乱れというかね、出ちゃうので、まあやっぱり2本がいいのかなという感じがしますね。うん、まあだから下2本っていうのもありですよね。例えば、まあ、これもありですよね。はい。うん、あとは、うん、これもありかな。左手の一番上だけを残して中指と薬指で、うん、トリルをする。ちょっとやってみますよ。こんな感じですよね。とにかくですね、自分がやっているそのメロディーに合えば僕はそれでいいと思います。実際にネイティブアメリカンのプレイヤーもそういう風にしてますし、そういう風にしてきたと思うんですね。でもっと言っちゃうとですね、これって本当は鳥の鳴き声とか動物の鳴き声を真似したところから始まってるんですよね、実はね、うん、クラシックの音楽っていうのは作曲者がこういう風にやろうと思って意図してやってるわけなんですね、作ってるわけですよね。でもネイティブアメリカンフルートというかインディアンフルートの場合は基本的にはその自然のなんていうんですかね、動物ね、鳥の鳴き声だったりとか、犬が吠えたりとかね、まあなんかがこう叫んだりとかっていう感じをこう表したりとかしてるわけですよね。うん、そこら辺がちょっと違うわけですね。まあどっちにしてもですね、指鳴らしにはもってこいのこう動きなので、ぜひやっていただきたいと思います。ではですね、最後にもう一回だけちょっと見本でね、やってみますよ。いいですか？こんな感じです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうかね。面白かったよとか役に立ったよとかいう方ね、ぜひ、グッドボタン、それからチャンネル登録、あと質問やコメントなんかも受け付けてますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。